ジュベナール・ハビアリマナは、フツ出身のルワンダ第三代大統領。1994年4月、ブルンジのフツ系の大統領、シプリアン・タリアミラと一緒に、気軽空港に向かっていた飛行機が何者かによって撃墜され死亡した。このことは、支配的な少数派の土と多数派の普ツとの間の争いの必要役となった。ジュベナールは、 木狩りの士官学校を卒業後、ベルギー人将校の副官となり、ルワンダ独立後の1963年、国民防衛軍の司令官となった。1964年1月退位に昇進、1965年国防警察省に任命される。1973年7月5日、グレゴアール・カイバンダ大統領をクーデターで倒し政権掌握。 二日放運動等を抑圧し、開発国民革命運動による独裁体制を築いた。1990年以降ルワンダ愛国戦線との内戦が開始されると、RPF が北部を占拠し、ハビアリマナは RPF が土系であるとして対立を深めた。1993年に和平協定が結ばれるが、対立は継続した。 1994年4月6日狩りへ向かった脱走ファルコン50が狩り国際空港上空でミサイル攻撃により撃墜され死亡した。ありがとうございます。